あ、できた。できた。こんにちは、村田橋です。今回の YouTube なんですけど、今回は、ゲストに、3回ぐらい登場してくれとる、ジュニアで世界一を取った、安土翔を呼んでいるので、呼びたいと思います。早くしろ早くしろ早くしろ。はい、こんにちは。こんな、ジョーを読んで、やっていくんですけど、何をやるかというと、まあ、タイトルにも書いてあるんやけど、まあ、ジョーが、まあ、このスネーク、リスミアスネークっていうグネグネしたとこを 初挑戦なんですけど、1時間で、どんぐらい上手くなるかっていうのをやってみたくて、まあ、サーフィン、ジョーはサーフィンめちゃめちゃ上手いから、まあ、サーフィン上手い人は、まあ、どんぐらい上手くなるかっていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ここは、ね、スネークっていうんですけど、まあ、これにジョーに挑戦してもらいたいと思います。まあ、ジョーが、どんだけ初挑戦でどんだけできるか今からやってもらおうと思います。いきます。自信はありますか？まあ、ちっちゃい頃にスケボーを少しやってたんで、まあ、久々なんですけどできると思います。チャンネル登録よろしく。初挑戦どうやったの？なんか動画見たときは余裕じゃないと思ったけど、うん、まあ生で見たら結構でかいでかいから怖かったです。ビビったの？もう一回行くわ。いや、ちゃんと足腰使ってやったらいけるんじゃん。サーフィンみたいに。このこのカーブは無理です。自分なりにいいよ。自分なりに。2回目。おお。なんやろ、まあ、アドバイス、そう言うなら、なんか、下半身が固まって上半身も固まっとるから、なんかサーフィンみたいにさ、トップからボトムに降りてこうやってやる感じでやったらいけると思う。いや、怖いから結構ビビったもん。いや、ビビってはないけど怖いから。じゃあやってみるよ。じゃあやってみるわ。分かった。あっちまで行くのは誰でもできるやと思うんやけど、ここまで帰ってくるのが結構難しくて、まあ、ここまで帰ってくるのが、サーフィンにで使う重要な、体の使い方やと思うから、そこまでここに帰ってくるまで1時間でやってくださいよ。わかりました。こういった時にどう入るか分かんないです。さっきやった時に最後のここで結構
難しかったんですね。こう行ってしまったからバランス崩したんですけど、どうやって行ったらいいかなと思ってここ真ん中通った時、いや真ん中は通らなくていい。なんかそこのこの降りるとこがそのボトムに降りる感じの意識で、でそれで坂降りたらボトム行って、でそれトップターンに上がる意識で、だから坂降りてこのしゃがんだ時、これが一番のボトムターンで、その上がる時にトップに向かうイメージでやったらいける。やってみます。円を描くイメージでやるとなんかレールターンみたいな感じでよりスピードすると思う。円描くイメージで、足は使い方やと思う。ボトムからトップへ行く感じ。ほな、もう一回練習して向こうから行きます。なんかあのバックサイドの縦リップみたいな感じで回してるから、なんかスピードがつかなくて、なんかバックサイドカービングみたいなイメージして。するとさらにいいかも。カービング、あもうランドカービングみたいな。もっと横から行って、そう横行ってでトップで下に降りるときにもう本気でこうこういう動きやるとかなりいい。のか。やってみます。お、できたんじゃん。チャンネル登録よろしく。めっちゃ。結構良かった。良かった。今のはいい。ああいう感じ。ああいう感じやけど、登る坂登るとき、うん、逆にこうこのしゃがんだ時じゃあこういう風になんかやるとさらに。もう一回いきます。一瞬しゃがんで伸びる。しゃがんで伸びて、しゃがんで伸びてみたいな。そう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 。おお。慣れてきたからもう最初の一番上から行きたいと思います。ちょっとできたけどとりあえずあそこまではちょっともうちょっとリラックスしてみ、リラックスしてみたいなと思って。いや結構マジで1時間あれば余裕でできる気がする。刺さらん。結構ここ怖いですよね。行ってみろ。最初のターンしてあっこのボールを曲がって上がってきたんですけど、で降りれたんですけど、なんか
ここに下がるまでになんかスピードが落ちたんで、どこをどんな風に通ったらいいのかなと思って教えてほしいです。ここの下の何もないとこでこう、なんていうの、こういう風な動きをしても全然スピードがつかんから、こういうちょっとしたなんかこの辺のバンクを見つけて、でここで上がって下がって、でここで上がって下がってすると、さらに水がつくから、だからちょっとしたバンクを見つけながらやるといいかもしれない。こう行ってここで行って次はこっち行ってそうでこう行ってそれで加速していく。もうすぐマジですぐできるからやって、まあ、数をこなしてやってみます。もうそろそろやっぱりマジで早いな。やっぱサーフィンで結構レールターンするサーファーから、なんかそういう面ではなんかマジでその板の傾け方とかが上手いからマジですぐできる。あと少しやる、ここまでやってください。できたんじゃないの。いや、もうちょっとこっち来たりする。まあ最後はなんか面白いさ、リズムこの帰ってくるときリズム合わせたらマジで完璧になりそうだから、なんか行ってる時のリズムは分かってきたけど、帰りのリズムはちょっとまだ分かんないです。もう絶対すぐできるわ。
あ、できた。できた。何分？やば。何時に来たっけ？忘れたけど。40分ぐらいじゃない？40分ぐらい。いや、40分ぐらい。でも1時間はかからずに。やっぱりレールターンサーファーはいけますね、これは。やっぱり なんか何を意識してやっとったの？いや、とりあえず力抜くことさ。と、なんかスピードつける位置とか。じゃあ登るときはどういう感じ？力抜いて伸ばす感じでいって、降りるときはなんかしゃがんでスピードつける感じにいってます。やりますね。やっぱサーフィンと一緒ですか、コブ見つけるのは。結構コブを見つけるところは似てますよね。スピードつけるとことか、あと力抜くとことか、あとなんかタイミングとかも必要やし、その波乗ってるときとかになんかいろんなものを見つけながらサーフィンするといいんじゃないですか。そうです。結構いいかなってこと。これやっぱりリズムが大事ってことですね。まあ回数、まあ、回数を積み重ねることが大事やんな。そうですね。いやチャンネル登録よろしく。こんな今日こんな感じで終わります。どうでしたでしょうか。まあ、ジョーに、このスネークを、初挑戦してもらったんですけど、やっぱりジョーは、レール使うサーファーなので、なんかその板の使い方とかうまいから、すごいいい感じの動画になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうやった、おもろかった？面白かったっす。結構波ない日はいい運動になりますね。そうだな。なんか波ない日とかにこういうとこ来ると体の使い方とかの練習になるし、めっちゃいいよ。いい感じです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございますまたちょっとでもおもろかったなとか、ちょっとでもためになったなとか思ったら、チャンネル登録と、インスタグラムフォローよろしくお願いします。俺言わなくていい。お願いします。何？あ、フォローお願いします。では